バーミングハムはアメリカ海軍の巡洋艦。クリーブランド休憩巡洋艦の6番艦。艦名はアラバマ州のバーミングハムにちなむ。バーミングハムは1941年2月17日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港。1942年3月20日にシー・グリーン夫人によって浸水。 1943年1月29日に収益する。バーミングハムは大西洋艦隊に編入され、1943年6月2日、ノーフォークを出港した。バーミングハムは地中海へ向かいシチリア島上陸作戦の支援に当たった。8月8日アメリカに戻り、太平洋艦隊に編入された。9月6日、真珠湾に到着。 バーミングハムは高速空母任務部隊の前衛に属し1943年9月18日のタラワ攻撃、10月5日、6日のウェイク島攻撃に参加。11月8日、ソロモン諸島ブーゲンビル島のエンプレスオーガスタ湾沖で日本軍機の攻撃を受け爆弾2発、巨雷1本が命中した破。メアアイランド海軍交渉で修理。 修理は1944年2月18日に完了し太平洋艦隊に復帰。バーミングハムは第57任務部隊に所属して、サイパン侵攻、マリアナ沖海戦、テニアン侵攻、グアム侵攻、フィリピン攻撃に参加。それから第38任務部隊と共に、沖縄攻撃、ルソン島北部、台湾攻撃に参加。10月24日。 冷凍機械船で日本軍機の攻撃により大破炎上した空母プリンストンの消火活動中、プリンストンの爆発に巻き込まれ、上部構造物を大破、死者233名、負傷者426名とプリンストンを上回る人的被害を出す。メアアイランド海軍交渉で1944年11月から1945年1月まで修理。 炎上するプリンストンと並走するバーミングハム1944年10月24日修理完了後伊央島攻略戦、沖縄侵攻に参加5月4日日本軍の特攻機が命中し損傷新珠湾に戻り5月28日から8月1日まで修理バーミングハムは1945年8月26日に沖縄で第5艦隊に編入され 11月にオーストラリアのブリスベーンに向かう。1946年3月22日にサンフランシスコに入港。1947年1月2日退役。1959年3月1日に除籍され、カリフォルニア州ロングビーチで解体された。ありがとうございます。